ビアスロード女神にもらった絶対死なない究極スキルで7つのダンジョンを攻略する。主人公は7つのダンジョンが存在する島の荷物持ちのレベル1のクソザコナメクジの男。このクソザコナメクジは N 年前に母親をガメをべらしてしまい、その後なんやかんやあって過保護のその島の女神の日ごと寵愛を受けることに成功したオネショタ。ショタの主人公はガメをべらした母じゃの復活とか自ら生き別れた妹との再会とか育ての親の女神の呪いを解くとか、宇宙が膨張しているとかそんな感じの理由で7つのダンジョンをクリアしてドラゴンボールを集めると、何でも願いが叶うということでダンジョン攻略を始めるが、その時に自分の大好きなショタが危ない冒険に出るなんて許さない。ということで女神は主人公のショタに次のレベルまで1億って呪いと、死なないという特性を与えるという魔法に、オネショタ漫画。作画がクッソ綺麗だし、こういう感じのうねにバブみを感じたいんですねという作者のフェチがよく書けている。この漫画のナロークオリジナ部分は、主人公の母じゃは何でも願いを叶える権利を持っていたのに、自分の死の呪いというデバフの解除をしないで主人公の能力の底上げみたいなのを願うという部分が意味不明すぎて、ポカーンとなる、さすがナロー系だぜという品質。その部分に対して漫画でもツッコミが入るんだけど、ツッコミ入れるくらいなら、初めから無理ないシナリオを考えた方がよろしいんじゃないですかって思ったのぜ。まる、ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録。